私はエーペックスプレイヤーの一人であるクズナと申します。まあ、まだこのチャンネルを見始めたばっかりの人とか、まあまだ見始めてもどんな吸血鬼かわかんないよって人とか、まあたくさんいると思います。そして私もあなたたちのこと知りません。そこでです、お悩み相談会といきますか。私のお悩み相談解決数は年間8兆個を超えるのでね、多分どんな悩みでも打ち明けてくれたらスッスッなります。そこのあなた、貯金がたまりません、困ってます。そうですね、アイフルで借りましょう。身長が伸びません。そうですね、逆に伸びた人は縮むことができません。怒りましょう。奴らの一人が向こうに見える。奴らの一人が向こうに見えます。殺しましょう。ちょちょ、ここやばくない？あ、ちょ、俺あっちだよ。あそこだよ。寝れないです。ホットココアでしょう。そして目を閉じて見ましょう。もうお年玉はもらえません。そういうものです。あなたがもらった分俺に還元してください。そういうものなんです。環境の変化に適応する、これも人間であることの第一歩。猫に引っかかれました。猫を引っかきましょう。作業が進みません。じゃあ放置しましょう。ただしあなたもそこから進むことはできない。彼女ができません。彼氏を作りましょう。誤差です。単位を落としそうです。落としたなら拾えばいい。3秒ルール。頭を下げましょう。空に目を離す。警戒しろ。この辺りに二部隊いるぞ。二部隊。残り1分。友達がいません。それはお前の問題です。身の振り方をわきまえてください。ありがとう。絶対お前の問題です。友達って普通に生きてたらできるし、絶対お前の問題だから。エリアをスキャン中。周りのせいにしてんじゃないの。